ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。で、今回ご紹介させていただく車がこちら、2015年式911カレラ4 GTS、 こちらをご紹介させていただきます。やってまいりました、ポルシェ。はい、僕今カレラじゃない、ポルシェ欲しい病なんで。あ、いいですね、はい、興味津々なところではあるんですけど、はい、ちょっと今回ご紹介するのは個性的なというか、うん、そうですね、はい、ちょっと結構主張の強い、そうですね、はい、変わっているったら言い過ぎですけど、はい、ちょっと個性的な答えをご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずベースとなっているのが、はい、911のカレラ4ってことで四駆のモデルなんですね。そうです、四駆モデルですね、はい、二駆四駆ってこれどうなんですか、うん、四駆の方がとか、やっぱりこう二駆独特なあの、うん、挙動がやっぱり、はい、でもあのモデルチェンジ繰り返すごとに、はい、あの RR の挙動ってすごく穏やかなんで、はい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 、特段最近の最新モデルは別にあまり意識することなく普通に乗れます。ただまあ四駆の方がより安心、はい、安全、まあ、機械的なトラクションは絶対的に、そうですね、四駆のモデルになってくるで、ね、はい、でボディがこれカレラ4ってことでちょっとワイドな、うん、そうです、はい、全長ごめんなさい、全幅が187、はい、あのワイドボディになってます。そのカレラよりちょっとワイドなボディになってるということですね、うん、はい、であとボディカラーなんですけど、あんまりポルシェじゃ見かけないかなっていう感じの赤なんですけど、うん、はい、はい、ソリッドの赤、カーマインレッドですね、はい、カーマインレッドっていうんですね。そうです。なるほど。一応あの新車味はオプションカラーです、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ、うん、結構主張が強いというか、そうですね、目立ちますね、目立ちます、はい、うん、でメタリックではないですか。ではないです。ソリッドの真っ赤っかなんですね。そうです、はいはい、じゃあ前回りからちょっと見ていきたいと思います、うん、で前回りがこれ GTS ってことで、はい、こうちょっと押しの強いというか、そうですね、はい、スポーティーなバンパーがついてて、ね、そうです、はい、通常のカレラモデルとは違いますね。なるほど。でこの下回りなんかも全部ボディ同色なんですね。はい、そうですね。なるほど、うん、でダクトがやっぱりこう、はい、GTS のバンパーなんで、はいはい、ちょっと主張が強めの、はいはい、そしてヘッドライトはこれ、うん、なんていうか標準のヘッドライトなんですけど、なんか黒な、そうですね、黒です、はい、なんで前回りがかなりもう見た感じスポーティーさが、うん、ちょっとあの、はい、精悍な感じですね。ですよね、はいはいはい、で横に回っていくと今回、はい、ちょっと主張が強めな、うん、はい、足元まさかの21インチ、はい、そうなんですよ、はい、ちょっとこうポルシェ21入るんですね。入りますね、意外とボンドグループでは結構使ってます、はい、あ、そうなんですか、はい、割とマストなサイズ。そうですね。なるほど、うん、ただちょっと走りというよりかはなんかちょっとこう都会派な感じの、うん、そうですね、スタイル的にはかっこいいですね、はいはい、ちょっとおしゃれな感じの、うん、はい、どっちかというとこうスポーティーというかおしゃれな感じ、うん、おしゃれな感じですね、はい、でなんかセンターロックもあった気がするんですけど、標準が GTS はセンターロック、はい、で5ケツも選べます。5ケツも選べます。無償オプションですね、はい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 、で今回のは5ケツになってるとそうです、はい、うん、この辺もどうなんですか、どっちが好きかというよりも、はい、私個人的に考えると、はい、万が一ですよ、はい、出先でパンクした時とか、はい、何かあった時、はい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 、ちょっと復習じゃなくて予習でツッチーとも話しましたけど、はい、万が一ロードサービスできる時ってセンターロックより5ケツの方が安心じゃないのっていう考えもあると思います。まず外せないですからね。まず外せないです、センターロックは、はい、工具もそうですし、トルクレンチもあの専用の大きいやつになりますからね、はい、うん、まあ一長一短とは多分言えると思うんですけど、そうですね、5ケツは5ケツでかなりメリットが、うん、はい、あると思います、まあ、僕はあの、はい、車の性質上はポルシェって普通に普段履きできる、普段乗りできるスポーツカーなんで、はい、5ケツありで、僕個人的にはこっちの方がいいかなと思ってます。あと最も大きいメリットとしてはホイールの選択肢がやっぱり増えますよね、格段に広がるんで、はい、はい、うん、まあ、センターロックどうしても、もう特殊みたいなアメタンみたいなの、そうです、その中でこのデザインでみたいな感じになってきちゃうので、はい、でまあ5ケツだとかなりホイールの選択肢も広がるんで、うん、まあ、そういったメリットもあるんじゃないかなっていう。そうですね、はい、でもうブレーキは安定の、はい、はい、大きいブレーキが入ってて、もう間違いないです。でローダウンも今回ちょっと激しめですね。そうなんですよ、はい、足回りがカーベの車高調、はい、はい、で、車高もローダウンされてますね、はいはい、なんでもう横からのスタイリングが、うん、はい、すごくどっしり感というか、はいはい、もうシャキッとしてます。シャキッとしてます、はい、うん、そしてこちら回っていくと、うん、これミラーところ標準なんですか、 GTS だと。 GTS これ確か標準だったんですかね、はい、スポーツミラー、ポルシェ大好きカメラマンが入って言ってるんで、うん、そう、はい、人間コンフィギュレーターなんで、うん、そうなんですよね、何でも知ってるんで、はい、でこのちょっとこう穴が開いてるんですよね、はい、ちょっとスポーティーなミラーがついてて、うん、はい、で横も GTS のデカールが入って、はいはい、サイドスカートもこれ GTS ちょっとこう、そうですね、ちょっとエッジの効いた感じのサイドスカートになって、はい、はい、で後ろは、うん、はい、
もうすごいです。逆ぞりしちゃってます。かっこいいです。はい、うん、21インチこの逆ぞりかなり迫力ありますね。ありますね。はい。はい、そしてボディがやっぱりこう、そう言われてみると結構違いますね。うん、ラインが、はい、広がり方が違うと思います。で後ろに回っていくと、うん、この辺もなんか GTS でなんか違うんですよね、普通の彼らと。そうです、はい、あとはフォーと、はい、おー普通の彼らとの違いがあったりとか、はい、でこちらの車このピンが多い、うん、そうですね、はい、そしてこの先端だけ、うん、ここ違うパーツなんですね。そうなんですよ。なんですか、クロームというか、はい、なんかちょっとこうツヤのある素材になってますね。ツヤ、はい、ありの黒なんですかね。はい、はい、そうですね、ちょっとなんかクラシカルな印象じゃないですか、うん、なんとなく、はい、うん、そしてエンブレムなんかも、はい、サテンというか、はい、マットですか、これマットブラック、ね、マットブラックですね、はい、オプションのやつですよね、はい、そうです、はい、そしてこの賑やかさがすごいんですけどどうなんですかね、はい、この911カレラ 4GTS、はいはいはい、うるさいって言われたらうるさいですけど、はい、もうちょっと僕的にはもう、うん、あの少なくというかシンプルな方がいいかなと思ったんですけど、 でも基本張り替えるとしたらカレラ 4GTS とかだけでもいいですし、まあ、ポルシェだけでもいいですし、はい、お好みでこれは何とでもできますからね。でもここら辺がこうちょっとこう上のグレードというか、そうですね、はい、4で GTS を主張している部分なん で、はい、で下に行くと、うん、はい、スポーツエキゾーストが GTS だと標準ですよね。す、はいはい、最近もうちょっとずつ覚えてきてるんですよ、はい、なんでこのマフラーと、はい、あとなんか調べたらこれがなんかテックアートの、はい、パーツっていうことで、はいはい、こんなのもついてます、はいはい、いや赤だとでもテールランプとこの何ですか、うん、リフレクターとなんかまとまりありますよね、はい、全体的にね、はい、一体感がすごく ありますね、はいはい、なるほど、うん、はい、じゃあ早速なんですけどちょっと続いて中を見てみたいと思います。よいしょ、内装めっちゃおしゃれじゃないですか。かっこいいですね、はい、この黒いレザーと、はいはい、アルカンターラですかこれ。そうです、アルカンターラです、はい、あとこの赤いステッチとカーボンと、はい、そしてシートも、はいはい、アルカンターラとレザーと赤いステッチと、はい、めっちゃおしゃれですね。いいですね。あ、ダッシュボードもこれレザーじゃないですか。そうです、これレザーパッケージ、これはレザーインテリアでしたっけ。 GTS インテリアパッケージの黒のコンビのタイプですかね、はい、なるほど。そしてそれがつくとこのピラーもアルカンターラになる。そうです、はい、テンバリと、はい、ちょっと日々成長してきてるんですそしてこの辺見ていくとミラーの格納が確かオプションなんですよね、うん、はい、で今回の車はついてないんで、はい、手動で格納するタイプという、はい、そして BOSE のスピーカーがついてたりとか、はい、ここやっぱりレザーだとちょっと高級感違いますね。この全然違いますよね、雰囲気が、はい、うん、いやなんか本当に高級車感が出てます、うん、はい、そしてシートこれ豪華な方のやつじゃないですか。そうです、豪華な方のやつです、はい、ちょっとかなり細かく設定できるタイプの、はい、うん、シートがついております。そしてこれヘッドレストのこの刺繍も赤になるんですね。そうですね、はい、ステッチと一緒で。なるほど、うん、でシートベルトもこの赤黒の、はい、おしゃれなシートベルト、うん、はい、ちょっと派手すぎずなんかこう、そうですね、スポーティーでおしゃれな内装になってます、うん、はいはい、ちょっと座ってみてもいいでしょうか。はい、どうぞ。いい感じです。やっぱりホールド感がいいですよね。いいですね、はい、スポーツシートは、はい、そしてあ、やっぱりあ、これここが出るんですね、膝の裏が、シート、うん、あー、なるほど。あ、え、これって絞り上げてくれるんですか、この太ももというか。はい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 、そうですそうです、これ。なるほど、うん、うん、あれ、これはどこかってこれどこかってこれ背もたれをこう絞り上げてるんですか。うん、サイドサポートじゃないですか。ああ。え、もうベストな位置に調整できるじゃないですか。できますできます。え、これいいっすね。いいですよ、これは。で、ちょっとあの足短くザコマックス僕なんでちょっと、はい、前気味に、はい、うわ、いい感じですよ、はい、はい、いや、このシートいいですね。いいですね、これはね、ホールド感がそしてすごいです、うん、でハンドルは前期後期でハンドルこれちょっと違うんですよね、はい、そうなんですよ、はい、うん、これは前期のモデルなんで、はいはい、全部これ
アルカンタラですね。なるほど、はい、これ穴開いてないやつですよね。そう、穴開いてないやつ、はい、でこうセンターマーク、センターマーキングついてるんですね。そう、ついてるんです、はい、ただ同色なんで、はい、色そんなに分かんないです、はい、目立つ感じではない。そう、目立つ感じではないですね。ただ触れた感じはやっぱりここ一段へこんでるんで、はいはい、分かりやすいです。そうですね。でアルカンもまだモケモケというか、はいはい、あ、そうだ、アルカンで、うん、ジガさん知ってます、うんうん、僕バックスキンかアルカンか分かんないみたいなこと時々言うじゃないですか、うん、はい、バックスキンってあれ、うん、革の裏側って意味じゃないんですよ。革の裏側じゃないよ僕そういうことかと思ってたっす。あ、そうなんですか、はいはい、バックスキンってなんか鹿でしたっけ、うん、はい、の革のやつ、うん、で舐め仕方、そう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 、はいはい、でね、そう、はい、独特な舐め仕方してるんですよね、はい、普通のなんかこうアルカンターラか分かんないやつって、うん、バックスキンじゃなくて、うん、何でしたっけ、スウェード、あースウェードか、はい、そう言われるとそうです、ね、なんかヤギと、はい、あと子牛の、うん、その皮の裏側をそのヤギもそうなんですか、はい、肝を処理、まあ正確にはヤギだけらしいですよ、はい、でもその総称としてその牛側 の、うん、その子牛の、うん、裏側のやつをこう肝を処理させたやつもスウェードっていうらしいです。あ、そういうことですか。でそれの人工バージョンがウルトラスウェードって言ったかな、確か、うん、はい、へえ。でなんかもう一個ヌバックとかって、ヌバックありますね、ヌバックレーザーね、あれはその表側を肝処理したやつ。あ、それがヌバックなんだ、はい、あ、じゃあスウェードとは違うんだね。そうです、なんかあのブーツとかでよく、あ、そう、多いです、靴では、はい、だからもうどれがどれだか分かりません僕もよく分かりません多分アルカンターラじゃないかなって。そうですね、はい、まあ、大体でも最近のその押収者の特に台数出てるようなやつは大体アルカンターラですよね、うん、そうですね、はい、あのもうあのなんていうんですか、動物の皮を使うっていうのがちょっとこう NG になりつつあるので、この人工の、ね、はい、アルカンタラですね。よっぽどなんか台数が少ない高級車とかだと、そうです、手作りの車とかね、はいはい、動物の皮使われてたりしますけど、ね、うん、で、アルカンタラは、はい、トレでしたっけ、トレの登録商標かなんかですよね。 そうです、はい、すごくよくできてますね、はい、素晴らしいです。それがもう至る所に、うん、ハンドル、はい、ピラー、ピラ天井も、はいはい、そしてシフトも、シフトも、はい、あとこういうところのコンソール、はい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 、グローボックス、こっちもですね。そうです。なるほど、はい、ちょっと高級感もありつつ、そうですね、スポーティーさも、うん、はい、で基本はブラックのレザーとカーボンのインテリアパネルで、はい、ものすごく落ち着いたスポーツカー、そうですね、全とした感じです。全部、うん、統一されてますね、はい、でこの辺も全部なんですね。そうです、そうです、この下も、そう、はい、下もね。でここはまたうまいことできてて、うん、はい、両サイドがレザーで、うん、真ん中がアルカンで、うん、赤ステッチで、はい、あ、はい、でここ相変わらず何も入らない、何も入らない、はい、うん、なるほど。あ、灰皿が、はい、あれこれ前期工芸ちょっと違う、ここ一緒、あ、そうなんだ、違うか、コインケース、あ、あ、そうなんですか、うん、やっぱり人間コンフィギュレーターやっぱり違います、うん、はい、当然未使用と。そうですね。でこの辺がオプションをパッと見で分かるやつですよね、はい、はい、スポーツ、スポーツプラス、はい、モード切り替え、モード切り替えで今回のお車 GTS なんで、その足回りの、うん、電子制御の足回りついてるんですけど、うん、まあ、車外の足回り入ってるんで殺してある、殺してあると、はい、はい、あとこの辺と、うん、はい、スポーツエグゾースト、スポーツエグゾースト、はい、でシートヒーターと、はい、はい、ついてると、うん、はい、で当然のスポクロが、スポクロ、はい、ついてる、うん。で GTS これ赤いメーターも標準ですか、これ、これは色は選びます。あ、そうなんですか、はい、黄色だったり白、あとシルバー、はい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 、赤で、これボディカラーとなんかこの内装の赤ステッチと合ってる感じの赤いメーターが、ね、はい、はい、ちょっとオンにしてみていいでしょうか。はい、どうぞ、はい、で今回はエントリー&ドライブついてないんで差し込むタイプと、はいはい、この儀式が好きなのかいらないのかは好みの分かれるところじゃないかと、うん、そうですね、はいはい、あ、ここもちゃんとカレラ 4GTS ってなんですか、はい、いや、安定の、はい、うん、視認性のいい5連のメーターでございます、うん、はい、でナビはこれは純正じゃないんですね、はい、純正ですね、あ、ディーラーオプションの、ね、そうです、そうです、はい、クラリオンの、はい、国内ディーラーオプションのクラリオンですね。じゃあ一通りもう全部、はい、はい、テレビとか、そうです、はい、なんで立ち上がった時はポルシェのロゴ、はい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 、そのタイプです。でバックカメラなんかも全部、はい、はい、当然のように、うん、あれついてないんですか、うん、もしかして、はい、ついてないんですね、忘れちゃったんですかねテレビだったり、うん、はい、その辺がついてると一通りついてます。あとドライブレコーダーです、なるほど、あ、ドラレコもついてるんですね、はい、はい、ついてます。でレーダーもついてると、はい、はい、結構充実してますね。そうですね、はい、うん、こんな感じでしょうか、はい、はい、そして後ろも、はい、今回乗らないでちょっと見てみたいと思います。乗れないです僕、はい、
乗れるんじゃない乗れます、うん、ちょっと乗ってみます。ちょっと試しに乗って、はい、ちょっと乗ってみ、みんな多分スッチーが乗ったとこ見てみたいと思います、はい、ちょっと後ろの座席に乗ってみたいと思います、はい、乗りましょう。ちょっと僕が乗れるよいしょ。あれ入れた？入れました、はい、これはダメ、これは、はい、無理です。あ、もう、はい、背中がもう苦しい、はい、だいたい上も無理です。僕の座高では、いや僕でも無理です、はいはい、こんな感じです。もうまず全くスペースないです本当にだから荷物とちっちゃなお子さんですね。でも子供でもちょっときついレベルかもしれない。厳しいですね、よっぽどちっちゃい子じゃないと、はい、だからコートを置いとく、はいはいはい、バッグを置いとく。ちょっとチャイルドシートとかもちょっと無理な感じですもんね。そうですね、なるほど。このシート自体がチャイルドシートみたいな状態なんで確かに、はいはい、もうあの、はい、急場をしのぐためのものと。そうですね、本当に緊急用っていう感じですか。そうです、はい、いやでもシートベルトいいですね、これおしゃれのね、はい、真っ赤カーでもなく。そうですね、はい、ラインが入って真っ黒でもなく、はい、ちょっとじゃあエンジンルーム続いて見てみたいと思います、はい、って言ってもエンジンルームポルシェなんで、はい、はい、もうマクラーレンかポルシェかっていうぐらい何も見せてくれないですね。ちょっとね、はい、残念ですよね最近の車は。ちょっとパソコンのグラボっぽいなと思ったんですけど。パソコンの何？グラボ、グラフィックボード、はい、こういうんですよね。そうですね、スパンがついて、うん、これ整備の時ってどうするんですか？全部こうガバってなんか エアフィルター交換するだけでバンパー外さないといけないっていうのは、うん、はい、ボンドブルクで見たんですけど、はいはい、そうですね。ちょっとあと、はい、あの昔から、はい、あの RR のポルシェって、はい、あの当然土とか分かってると思いますけど、はい、基本整備って下からじゃないですか。はい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 、そうですね、うん、はい、だからあまり上からっていう、ああ、だからこう、はい、フルード類をちょっと足したりとか、そう、はい、メンテナンスっていうか、はい、本当にあのあれですね、最低限のところっていう感じ。整備するときはリフト前提で。そうです、はい、はい、なるほど、うん、続いてボンネット見てみたいと思います、はいはい、ボンネット僕予習しちゃったんですけど、うん、なんか四駆になるとちょっとだけ狭いんですか？そうです、はいはい、あれ他もなんかありましたよね。ありました、四駆になると狭い車、はい、思い出せないですなんだっけ、なんかここがポコって出て思い出してください、はい、なんだっけな、あれそれポルシェだよ、あ、ウラカンか、うん、はい、ウラカンは四駆になるとっていうか、そう、まあ、基本四駆ですけどね、はい、まあ、肉のモデルもありますけど、もともと狭い、はいはい、ただポルシェあんまりそんなに僕が想像してたよりかは、あ、変わんないですよ、肉四駆で、うん、いやちょっと狭くなりますよっていうの聞いてたんで、はい、もっと狭くなるんかなと思ったら、うん、ここがちょっと出っ張ってるぐらいなんですね。そうですね、なんでほとんど容量的に多分変わんないんじゃないか、ほぼ変わんないと思います、はい、で意外と、はい、その深さがすごいんで、はい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 、なんていうんですか、このキャリーバッグ、キャリーケース、はいはい、っていうのも結構大きめのが、そう、はい、一つだったら大きめ、結構大きめの入りますよ、入りますよね、はい、はい、あのポルシェの911系ボクスター系は、はい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 、結構フロント深いんで、はい、使い勝手はいいですね。ちょっと2人で旅行ぐらいだったら、あ、もう全然ですね、後ろも詰めますしね。そうなんですよ、はいはい、結局室内荷物スペースと割り切ってしまえばリアシート相当詰めると思います、はいはいはい、もうゴルフ行くっていうのは、はいはい、僕あの初めて聞いてびっくりしたんで、ね、キャリーバッグはそこどうせちゃいますから、はい、皆さん、はい、そうなんですよ、全然意外にもう毎日使えるスーパーカーというか、そうですね、スポーツカー、はい、うん、本当のスポーツカーですからね、ちょっと続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。これ今スモールです、ね、スモールです、はい、わ、バンパーのこの先端が、はい、光る感じですね。そしてロービームはこのプロジェクターが、そしてハイビームはその下ですね、はい、光る感じですね。でウインカーはこのスモールの上が光る感じでしょうか。続いてリアも見てみたいと思います。お願いします。スモールはこの一周とこの真ん中が、はい、光る感じですね。そしてブレーキはこの2段目のところとハイマウントですかね、はい、でバックはこの下側ですね。そしてウインカーがちょうど真ん中が光る感じです。そしてバックフォグは右側の外側が光る感じです。ありがとうございます。じゃあ続いてマフラーの音もちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。
ありがとうございます。あれこれマフラーノーマルですよね。そうです、スポーツエグゾースト。めちゃめちゃいい音してますね。うん、つい先日本当にこの後期ターボになった、はい、GTS 音聞いたんですけど、はい、NA の方がやっぱりいい音してますよ。あ、もう全然違います音が。なんか乾いた、こう乾いてますね、はい、本当に何にも干渉しないで出てきましたっていう音してますね。そうですね、はいはい、なんかこう、まあ、フェラーリもそうなんですけど、はい、どうしてもターボになるとこう抵抗感がある音しますよね。ちょっとこもった湿っぽい音っていうか、はいはいはい、少しこもり感がこもり感がありますね。タービンにぶつかってる分しょうがないかもしれないですけど、そうですね、はい、めちゃめちゃいい音しますね。めちゃめちゃいい音、びっくりしました僕今。やっぱり相変わらず根強いですね NA のポルシェは。え、これ前期後期こんな違うんですか。はい、なんか車はまあちょっとそのハンドルがちょっと違うなとか、はいはい、なんかちょっとテールランプが違うなとかっていうのはふわっと分かったんですけど、こんなに違うんすね。違います、はいはい、カメラマンにも言われたんですよ、はい、いや前期の NA はめちゃくちゃいいんで。めちゃくちゃいいです、はい、ちょっと見てくださいって、はい、こんななんすね、はい、これ走りもじゃあ結構違う感じ。結構違いますね。なるほど、はい、じゃあ今回は試乗に行っちゃいますか。行っちゃいますか行きましょうというわけで、はい、ちょっと試乗をお送りしたいと思います、はい、お願いします、はい、めっちゃいい音してるじゃないですか。いいでしょ。めちゃめちゃいい音してるじゃないですか、うん、こんなに違うんすね。全然違いますよ。僕ちょっと正直に言っていいですか、はい、ちょっと今回あの、うん、アリーナ店で、まあ、4じゃないですけど、うん、その彼らの GTS、はい、撮ったばっかりだったんで、うん、しかもあっち後期だったんですよ、はいはい、あ前期なんでこうどっちかっていうとこう何ですかこう違いを見て、うんはいまあ、大体後期の方が良くなってるっていうか、はいはいまあ、機能が充実してたりとかじゃないですか、うんはい、で今回もそのパターンかなと思って、うんまあ、若干こう何ですか、まあ、自分で言うのもあれなんですけどテンションちょっと若干こう、はい、あれ前期なんだっていう感じだったでしょ。心のどっかにそれがあったんですよ、はい、ただマフラーの音聞いてびっくりしました。これそうですよね、はい、当然乗っていただかないとわからないと思うんですけど、はい、僕らは車屋としてどっちも当然仕事で乗るじゃないですか、はい、やっぱり僕個人的な思いとしては、はい、ポルシェの彼だけって NA で当然だと思ってる、はい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 、古い人間なんで、はい、やっぱりこの音だし、このレスポンスだし。めっちゃいい音しますね。そうですね。あと、さっきもカメラマンさんとも喋ってたんですけど、はいはい、やっぱり後期の、ダウンサイジングターボって、はい、やっぱり吸気音も当然なくなっちゃってるし、はいはいはい、全然違うんですよ、はい、踏んだ瞬間の、はい、ガボッという音が。はい、やっぱりここがやっぱり、ポルシェの醍醐味というか。これ、前期めちゃめちゃ魅力的ですね、この車。絶対、僕、カメラマンさん、あと東京店の営業スタッフはもう前期、もう一押しですからね。たまにこう大抵の車はいや買うなら後期でしょって感じじゃないですか。はい。まれにこう前期の方が、うん、こう評価される車ってあるんですけど、はい、もう思いっきりこう前期後期に負けないぐらい魅力ありますね、これ。だと思います。はい。極端なことで言えば、はい、まあ皆さんご承知だと思うんですけど、はい、991で後期は 991.2 じゃないですか。はいはいはい。型式はもう一緒で前期後期って言われてますけど、はい、車は違う車と思った方がいいです。あ、はい、さっきそれカメラマンも言ってました。あ、言ってました。992は実質あれ、うん、991.2 はもう実質992と一緒だって。そうですね、はい。はい。って思っていただいた方が、なんとなくこう、分かりやすいというか受け入れやすい。車の境目がこう、そこじゃなくて、うん、こう、991か、うん、あ、991か、991.2 のそこの前期後期の境が大きいっていう。そうなんですよ。そうですね。っていう風に捉えていただいた方がいいかもしれないです。もう今ものすごく不思議な感覚ですもん。この間僕それ運転させてもらったんですよ、その後期の GTS、はいうんはい、こう車内から見える景色、まあもちろんそのレザーインテリアとかハンドルとか違いますよ、はい、けどこの感じ、うん、聞こえ方とか、うん、排気音の、うんはい、全然違うですよ。全然違うっすね。全然違う車なんですよ。だからびっくりしました、うん、これ迷いますね。どっちか。いや迷いますよね。だからいい悪いじゃないんで、はい、どっちも当然ポルシェなんで、はい、はい、間違いないんで、まあどっちが好きか、そうですね。はい、お好みで選んでいただくしか問題ないと思いますね。
じゃやっぱりこう水冷になってこう音がまた変わって、うん、こうやっぱり水冷ってその空冷とまた音が響き方が違うじゃないですか。エンジン自体のメカニカルのノイズがこうちっちゃくなりますよね、はい、やっぱり、うんはい、で結構こう音が違って残念な感じって言われたんですけど、はい、ターボだとまたそれの音が違いますからね、うん、そうなんですよ。どっちかっていうとこう古き良きというか、うんはい、ちょっと乾いた、うん、水平対向6気筒の音に近いというか。近いですね、はあうん、これいいっすね。いいっすよ、ほんといいですよ。いやびっくりしました本当に、うん、はあ、で確かにリアのフェンダーの膨らみが、はあ、ミラーで見るとこう出てる感わかりますよね、はい、はっきりわかります。そう若干 R もこういう R じゃなくてこうなんか一回外に出てますよね、はい、わあ。今年キュキュ音がそうこれがいいんですよ。これちょっとマイクで拾ってるかわかんないですけど、はい、これはあの後期乗った時はこんな音しなかったっす。しないですよね、はい、うん、なんかやっぱりこう、うん、こっちとの比較すると、はい、やっぱしっかりちゃんと作られた、はい、あの計算され尽くされた、はい、あのターボですよね、後期はね。もう本当デジタルっていう感じ、はい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 、でも当然こっちもそうなんですけど、はいはいはい、昔の空冷に比べれば、はい、でもやっぱりこういい昔のポルシェが残ってる。いいっすね、まあ、最後ですよね、はい、そういった意味では最後のポルシェ。馬力も後期の方がちょっと出てる。出てますね。でもこれ GTS なんで普通の彼らより全然、はい、全然パワー出てます、ね、はい出てます、結構ベストバイなやっぱりグレードじゃないですかね、はい、装備充実してるし、はい、馬力出てるし、うんはい、こうターボとか GT 系ほどスパルタンじゃないし、うん、はいそうなんですよ、はい、それ言ってましたもんカメラマンも、うん、もうだからターボとかになっちゃうとツーリングカーの部類になっちゃうんで、うん、うわめっちゃいい音してますね、うん、これ吸気音なんですかね、排気音なんですかね。吸気音ですね、両方聞こえてますよね。はい、ゴーっていう吸気音。これいいっすね、はい、たまんないですよね。で、はい、なんかこうとなんていうんですか、唐突もない、はい、あのスポーツカーじゃないんで、はいはいはい、こう踏んでった時に怖くないんですよ。あで彼ら4だからって言われるかもしれないですけど、これ2でも4でもポルシェ共通してて、 RR の肉でもポルシェって絶対的トラクションがすごいんで意外と踏めるんですよね、うん、もうそれは僕後期乗って思ったっす、うんはい、もう運転が上手くなったんじゃないかってちょっと錯覚するような、うん、こう操れてる感が。そうですよね、はい、特に996、はい、996から水冷になってるじゃないですか、はい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 、で997になってからまた丸いライトに戻ったりとか、はいはい、だから997でその、はい、あのトラクション、はい、っていうのがもう本当良くなりましたよね。9936になった時も良かったんですけど、リアのアームが延長されたりとか、はいはい、でもそういうことではなく全体的なバランスとして、はい、やっぱり、997からはすごくよくできてます。足回りがなんていうんですかね、こう、はい、ポルシェってこう、はい、あのデザインも走りも派手じゃないんで、ある意味こう、はい、なんていうんですか、地味かもしれないですけど、はい、懐深いんで、はい、乗るたんびに面白かったり、はい、あこういう風な動きするとこうなるんだなとか、なるほど、意外と皆さんそれはおっしゃっていただけますね、はい、すぐこう分かる車ではないですね、はいはい、乗るたんびにこう楽しかったり、はい、奥が深いというか、いろんな顔を出してくれる、顔を見せてくれる車ですね。いやこれ本当にでもみんなが欲しいっていうの分かりますよ、本当に、ねはい、だって普通に車屋さんの営業がみんな欲しがりますから、はい、ポルシェってこれはちょっと一回所有したいし乗っときたいですね。そう、借り物ではなくてやっぱり所有として乗りたいですよね、はいはいはい、そしてこのシートいいですね、ホールド感がシートこれいいですよ、やっぱり、はい、ホールド感が半端ないです。で硬すぎないじゃないですか、はい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 、それがすごくいいですよね。
しっかりホールドはしてるんですけど、クッション自体はそんなに、はい、もうシフトダウンしたくなっちゃいますね。なります無駄にあのシフトダウンしちゃいますね、はいはいはい、いいなぁ。で997の後期から、はい、PDK 採用されてるじゃないですか、はい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 、やっぱりその時ってちょっとこうギクシャク感が強いとか、はいろいろ言われてたんですよ、はい、ガタガタするとか、はい、それもかなり991になってから改善されてますんで、はいはいはい、うん、すごく997に比べれば滑らかな動きになってます、はい、はい、いやーちょっと今日はびっくりしたっす、本当に本当にびっくりしたっす。へえと思った音聞いた時に、うん、でも後期もあれ結構うまく作ってるって言ったらあれですけど、はい、なんかこうターボ感をあんまりターボさせないで、そうですね、作ってますよね、うん、もう乗ってびっくりしたつもん、はい、なんかもうもうプシューンとかってもう全くその、うん、なんですかブローフルっていうかそういう音しないし、そうですね、はい、どっちかっていうともう NA 寄りのっていうんですかね、そういうセッティングしてますよね、はい、メーカーが。メルセデス系みんな最近こうダウンサイジングでターボついて、うん、はい、うん、あの辺もいいんですけど、こう前乗った時にプシュンって一瞬聞こえて、はい、はって思っちゃったんですよ、ね、あ、確かにね、はい、そうですね、それはありますね、うん、なんかこう特にこう AMG のこう一番上のグレーで大排気量 NA っていう、こう、はい、時期もあったじゃないですか。あ、そうですね、はい、だから特にこうプシュンって聞こえた瞬間にあって、うん、はい、思ったんですけどなんかポルシェで絶対そういうのなんか聞こえないような、そうですね、はい、セッティングになってて、うん、でもやっぱり 本物っていうかもう本当に NA と違いますね。全く違います。これはいいな。あれ価格的にはどうなんですか、後期と前期って。はあんまり開きないんですか、うん、いや意外と開いてますね。物によってですかね。 GTS はやっぱり高いんで、中古車の相場も、はい、そんなに大きい開きは感じないですけどね、はい、前期全然ありっていうか、前期が欲しいかもしれないです僕、うん、買いたいんですよポルシェ。買ってください、はあ、買えないんです、買えないんです。このアイドリングの音もいいですよね、はい、ちょっとこうフラット6、はい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 、怒りもっていう感じじゃないですか、はいはい、これいいな、ちょっと本当に前期がいいかもしれないです僕。前期いいですよ、めっちゃいい音してます、うん、もうでもなんかだんだんそういうなくなってくの寂しいっすね。うん、そうなんですよね、うん、だからもうなんていうんですか、今、はい、現代的な車として、はい、NA のポルシェを乗れるのってこの年式というかその991、はい、前期、はい、これが最後じゃないですか、はい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 、あと何年も何年も経っていっちゃうとまたこれがね、はい、この車たちが古くなって、はい、メンテナンス大変で、はい、あそこも直してここも直して、はい、っていう時代に来てしまうので、はい、今買うのがいいのかなと思いますね。だからもう NA 最後最後って言われててもこうポルシェなんとかこう出てきて、そうマニュアルも最後最後って言われてなんとか出てきてって、うん、で、ね、当然モーターになっちゃうと多分マニュアルもなくなっちゃいますよね、うん、そうですね、買うなら今かもしれないですね。なんか、はい、否定するわけじゃないですけど、はい、だからもうそのいろんなメーカーのいろんな車たちが過渡期に入っていますから、はい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 、大きい変換期じゃないですか、はいはいはい、今が、はい、だからなんていうのかな、こうメーカーたちもこう試行錯誤してその未来を見据えて、はい、エンジンを開発っていう雰囲気じゃなくなっちゃってるの で、 そうですね、最近のいろんなスポーティーカーは、はい、ちょっとギミックが多いじゃないですか、はいはい、音に関しても、はい、スポーツマフラーのように音を出していたりとか、はい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 、スピーカーから音を出してみたりとか、吸気の音を聞かしてみたりとか、ね、そうですそうです、はい、確かに、うん、でそれってやっぱりこう良くもあり悪くもありちょっと難しいんですけど、はい、でも今後はそれもなくなってしまうので、確かに、うん、でも何回も同じことの繰り返しになりますけど、こういう年式、この辺の年式のポルシェがもうスポーツカーとして、スポーティーカーとしては最後になってくるんじゃないかなと思うんで、ぜひ僕は乗ってもらいたいなと思いますね。でもちょっと乗らないとわからないですね。いや、わからないと思いますね、乗らないと。いやー、こんなにでもこう初見とこう触った後で
感じ方が違う車もないっすよ、うん、かもしれないですね、はい、この音がいいっすよ。いいっすよね、はい、うん、らしいっすね。ね、そんな言うてそんなポルシェ詳しくないですけど、いやでもなんかこうイメージしてるものの通りってことですよね、はいはい、そう、僕のイメージしてるポルシェですね、はいはい、それ多分皆さん一緒だと思います、はい、4駆のトラクションは正直僕のドライビングスキルでは分かりません、はいはい、もっと飛ばせば多分そうそうそう、はい、この辺じゃ危なくて、はい、走って走るぐらいじゃあれですけど、はい、でもなんかこう、はい、アクセル踏んで、はい、無駄にレスポンスよくてドカンってきちゃう感じしなくて、はいはいはい、乗りやすくないですか。そうですね、 NA のこの彼ら、はい、うん、だからこうです、はい、踏めば踏んだなりに気持ちいいですし、はい、でも低速でゆっくり走っててもドイツ車だなっていう惚れ太感があるしすごくいいですね。大丈夫です、いや正直パワーとかなんかその なんていうんですか、うん、扱いやすさ的に言ったら後期かなっていう感じはしますけど、うんうん、前期いいっすね。いや楽しいと思います。はす、あ、なんていうの、こう運転してる感がすごい味わえる。ありますあります、はい、あります、すごくいいです。乗りやすさはやっぱり高貴ですね。どうですか、はい、うん、なんか下手くそな僕でも勝手に運転が上手くなった感は高貴の方が強いです、えー、はい、でも前期このいいですよ、うん、語彙力がなくていいですよしかやってないですけどこれいいな、うん、パドルも無駄にシフトダウンしちゃいますね。楽しくなっちゃいます。楽しくなっちゃいますね。ああ、これ普通に流してるだけでいいですね。あ、本当本当そんな感じなんですよ。ああ、別に飛ばさなくてもっていう。ああ、ドライブに行きたくなります。そんな感じです。ああ、気持ちいいだろうね、こんなんで普通にこう、そうっすね、はい、箱根走ったり。いいっすね。いいですよね、薄いの辺走ったりとか。ああ、そんなプロドライバーみたいにギューン飛ばせないですけど、もうそれはもう全然プーって走るだけで楽しいですね。いや楽しいですよ、これいい車だ、うん、やっぱりちょっとこういろいろダメですね、こうスペックで語っちゃう。ダメです、はい、はい、やっぱりあのこうスポーツカーとか、はい、こういうなんかこうなんていうんですか、メーカーとして何かこう、はい、なんていうんですか、こうやっぱり感じる部分、そう、はい、感じてほしいんですよ、はい、目で見てこう、うん、理解するんじゃなくてやっぱり感じる部分大きいですね、はい、そうですね、はい、ハンドル握って走らせて動いてみて、はい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 、音もそうだし、こう触って感じるのとか、こうお尻で感じるのとか、そうです、そうです。いや、なんとなくこう今特にレビューのやつとかって多いじゃないですか、ネットとかでも、うんうんうん、なんか見て満足しちゃってますけど、うん、いやでも車って違うと思いますよ。違うっすね。いや全然違う。いやだって同じだって991でこんなに違うと思わなかったっすもん僕。そうですよね、はあ、びっくりっすね、うん、これもう本当に乗ってる人はじゃあ逆にもっとびっくりじゃないですか。じゃあそうですね、はあ、はい、じゃあ 1.2 に乗り換えようかななんつってディーラー行って試乗してびっくりじゃないですか。そうですね、はあ、はい、いいか悪いか別ですけど、はい、こんなに変わっちゃったのって。そうだからそれがね、合う人と合わない人っていると思うんですけど、多分逆に後期の方が、うん、あの扱いやすくなってこう、はい、いいねっていう人も多分そう少なくないと思うんですよね、うん、はい、まあ、いろんな意味で当然現代的になってますから、はい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 、いいでしょうね。悪いはずがないんで、逆にこう所有したことないんで、うん、逆に勝手にこう僕の中でこうポルシェのイメージってこう、うん、出来上がってたんで、はい、逆にこうそっちに近い前期、うん、ものすごくハマってます今、はいはい、これ左です。これはいいわ。 どこまでなんですかね。でも多分もっとこう、うん、モデルが古くなるとポルシェ感がこう強くなるわけじゃないですか、うんうん、そうですね。空冷、もう究極はもう空冷とかまでいくと、はい、まあ、それは本当に人それぞれですか。いやだ、どうなんすかね。まあ、いろん僕らは当然仕事でいろんなお客様、はいはい、あのお付き合いさせてもらうんですけど、はい、ポルシェって不思議で、はい、例えばとその当時に出てる最新のポルシェ初めて乗りました、はい、911を、はい、でそれで気に入った人って、はい、どんどんバックしていくんですよね、モデルが。あ、なるほど、はい、はい、
はいはい、で行っちゃった人はもう、はい、あのまあ、言ってみれば73カレラとか、はい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 、まあその界隈その74年のね、はい、カレラでも 2.7 になったモデルだったりとか、でそういう3リッターの80年代のモデルだったりとかっていうのをどん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 皆さん乗ります。もう癖の強いこう荒削りな、そう、はい、あれじゃあこの前のポルシェは何だったんだろうどうだったんだろうっていう、空冷はどうだったんだろう、じゃあ昔のね、何ですか、アクセルオフで簡単にスピンしてしまうと言われていた足回りの、そんなのどう動きするんだろうとか、そっちにはまってっちゃいますね。なるほど、逆のパターンです、ポルシェです、あのはまっちゃう人って、はい、僕たまたまこの間機会があって、うん、964かな、空冷の、はい、はあ、あの乗ったの？もブーンとは乗ってないですよ、うん、駐車場そのちょっとこの動かしてって言って、その駐車場から駐車場にこうブーンって行く、うん、で動かしたんですよ、うん、でもう座ってもうクラッチとかこう、うん、の瞬間にもこれ無理だなもうペダルレイアウトはこんなんだし、そうだよね、下から生えてるしね、はい、ハンドル重たいしパーセットしかついてなかったんですよ、うん、はいはいはい、これは無理だと思って、うん、でもちょっとこう一個前期にこう思ったらこんなに違うかと思ったら、ちょっと逆に997とか6とか、うん、なんだったら3ぐらいまではちょっといろいろちょっと乗ってみたいなと思っちゃったんです。乗ってみたいですよね、うん、僕もなんか最近になって993ってどんな乗り味だったかなってあんまり思い出せないんで、こんなに各モデルが評価されてる車ってないっすよ。いや、ないっすよね、うん、本当になんか GTR とかなんか、そうですね、本当それ一部の特殊車だけ、特殊車両だけですよね、うん、993は993でこう最後の空冷なんて言われてすごく評価されてるし、う、ね、うん、まあ、996はなんかこう最初の水冷 で、ね、うん、はあ、ちょっといろんなことをチャレンジングしすぎてそうザワザワさせちゃったりとかってありましたけど、そうですね、それでもいろいろ評価されてますからね、うん、997も、はい、これはいいわ。いやでも後期もいいんだよな。いやもう間違いないですよポルシェは後期も良かったんですよね。後期ほんとびっくりしたっすもん、良さに。なかなかないと思うんですよ、はい、あのそのモデルそのモデルでファンがいる車ってないっすよね。いや、ないと思うんですよね。大体はもう、うん、いや買うなら後期でしょうじゃないですか。そうです、はい、新型出たんでしょ、じゃあ新型買いたいよねってなっちゃうじゃないですか、はいはい、でもなんかさっきも言ったようにポルシェってバックしちゃう人もいるぐらいだから、はい、バックする車ってまあまあないっすよ。まあまあないよね、はい、古い方古い方に行っちゃうっていう。ないっすね、うん、S クラスいいな、これじゃあ前方買ってみるかってないですもん、ね、あんまないよね。ないうわお疲れ様です。最高の試乗でした、ありがとうございます。で、土川さん毎回聞いてるんですけど、はい、この車もし触るとすれば、うん、やっぱり足元ですかね。足元をやりたいですね、はい、まあ、変えましょうというよりかは今回は、うん、まあ、好みで、そう、はい、このままおしゃれっていうかこう、うん、都会派で乗りたい方であればもうやっぱり高額なホイールですからこちらも、はい、うん、はい、もうちょっとこうスポーティーな感じも。そうですね、はい、僕あと一点気になるのが、はい、あの赤黒で主張されてる車なんでいいんですけど、はい、キャリパーは僕個人的には、はいはいはい、ちょっと違う色変えたいなみたいな。例えば何色とか。僕だったらツヤあるシルバーとか、あー、ピカピカのシルバーとかが好きですね、最近では。このホイールのままってことですか。このホイールで行くんだったら、はいはいはい、それで行きます。あ、ホイールを変えるんであれば、はい、もの車によってはブラックのキャリパーだったり、はいはい、賛否両論ですけど、はい、イエローキャリパーにしたりあっていうのもありかなと思いますね。なるほど、うん、まあ、その辺も遊べるというか。そうですね、何とでもできますよ、はい、できる、うん、はい、そうです、まあ、他仕上がってますからね。そうなんですよ、はい、そこだけ、うん、充実してますし、はいはい、もう車高も下がってるんで、うん、まあ、足元少し触っても、はい、面白いんじゃないかなと、はい、そんな感じでございます。はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京より911カレラ4 GTS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。